今日はね高橋正樹塾なので、またここにちょっと大荷物を入れて行こうと思いますよ。はい、こんにちは、高橋です。今日の、メインのこのお話のところは、今日ね、夜の19時からなんですけれど、恵比寿で、さっきも触れたかな、ちょっとその高橋正樹塾、かっこなりたい自分になれる塾なんていうのを今ね月に一度、やっているんですよ。で、あんまりね塾の話とかってしたことがないので、ちょっとご紹介したいなと思ってね、お話をしたいと思うんですけれど、そもそもどんな人たちが集まってきてるかっていうと、起業したいです、これから起業したいですっていう人とか、あとは、もう起業しました、でまだ2年3年目ぐらいですっていうような、社長たちで、あとはねもうそれなりにこう会社やってますと、だけどなんか本当はイメージしてるの違うんだよなとかね、だから要はなりたい理想的なところとなんかずれてるなみたいなね、そういったようなこう社長とかがわさわさと集まってきてくれてます。でね、非常にこうアットホームな感じで、やっているんですけれど、僕もね非常に楽しいでね、そんな中でもうね4回ぐらいやったのかな、今年に始まったばっかりなんですけど、でどういうことやってんのかっていうのをね、ちゃんとお話ししたことがないので、ちょっとねご紹介しようと思ってます。で画面をねちょっとこれほい、こういう感じでこう見えるかな、60分で、やっていて、でこの後はね2時間ぐらい懇親会で、懇親会の場っていうのがまたいろんなね楽しいことが あるんですよ。でみんなの個別コンサルみたいな状態だったりとかってあるので、もうセットですね、だから合計3時間みたいな感じで、考えてもらうと楽しいんじゃないかなと思うんですけれど、これだけじゃもったいない60分で、流れとしては最近だんだん固まってきてね、こうやって僕のまず活動報告で、こんなことあったよ、こんなことあったよ、こんなことあったよなんて言いながらので、会員さんからもみんなにね今月の良かったことを発表してもくださいとかね、でこんなのこうやってみたりで、これがメイン、先月の、トークの振り返りみたいなね、でちょっとこんなのも復習があったら思い出してもらって、で前回のこれに対してじゃあ皆さんどう考えますかみたいなね、ちょっとしたそのプチ宿題みたいなのを出したりして、で、僕のこれがこれってメインです、高橋正樹トークっていうのが。でねこれはね毎月のもうこの1ヶ月の1回の塾のタイミングで、なりたい自分になるための、一番伝えたい内容をね、もうその時思ってることをお伝えしてます僕は。だもう毎回違うの。で最後に会員さんから高橋へのもう何でも質問コーナーってことでね、アドバイス欲しいこととか、知りたいこととかっていうのを、ご質問くださいみたいな、そんな流れでやってるんですよ。でね、これ具体的にはね、これ第1回目の時のやつなんですけれど、自分の理想イメージはどんな自分で、どんな風に生きたいのかみたいなことをこうみんなでちょっと考えながらとかで、そのトークのところっていうのは目標設定の仕方とかね、第2回目の時とかは、塾生さんからご要望があると、こういうインターネットの話もやってます、 Google アナリティクスから見えることとかね、であとアクションプランを作ろうみたいな、こういう話でいろいろ僕がね起業した時から、どうだったかみたいな、そんな話とかもねやってます。目標設定、それをアクションプランにちゃんと落としていきましょうねみたいな。そして、今度これは、この辺とかがそうですね、これね自分の時間軸で生きようみたいなね、そんな話で、これは売上が上がって収入が増えればそれで幸せなんですかみたいな、やっぱりペルソナがお客さん像が大事ですよねみたいな、で紹介受注って一番いいなんて思うなみたいなね、こういう内容でやってたりとか。じゃあ最後、今日このあとね夕方にやる、テーマ、トークのテーマだけちょっとご紹介しましょうか。戦闘能力を上げていけとかね、
あなたの時給いくらですか、コンサル金額で考えるとそれがあなたの今の価値ですとかね、何もかも全部自分でやろうとしないこととかみたいな感じのことをやってるんですよ。なのでね、いつもやっている、まあ、ほらここであのオープンセミナー、いろんなあの SNS セミナーとかホームページセミナーとかやってんじゃないです か、そういうのとはまるで違う。あとあの藤谷先生とやってるあのサロンともまるで違う。だから僕が13年間こう、まあ、会社経営をこうやってきて、起業してね、やってきて、当時こういうことに苦労してましたと、でもこんな風に考え方や行動を変えてみたらこのようにいろんなことが変わってきましたよとかね、なんかねそういう内容です。その気持ちの持ち方だとか行動の取り方だとか人とのその接触の仕方だとか、まあ、仕事自体のそもそもの進め方とかね、そういうなんかあの普段のセミナーとかでは、まあ、お伝えなかなかこうしきれてないような部分ですね。だそういうところのなんかそのなんていうのかな、もうテクニック論とかそういうんじゃなくて、もう本当に具体的にこんな風にやってこんな風にやってったりすると何がこういう風に変わっていったよとかっていう、その自分の実体験をもう元にベースに、そんなことをね、あの塾生さんにはいろんなことをこうシェアさせてもらっていて、でみんなにもそれについて考えてもらって、でみんなでねこう発表し合ったりなんやかんやりながらご飯食べて、うわーってみんなで頑張ろうぜみたいなね、そんなようなあのことをやっているんですよ。だからね、あの非常にね、僕はこれはこれでやっぱり以前からやりたかったことで、ね、働き方ってやっぱりどんどんね、今変わっていってますからね、まあ雇われているだけがね、まあやっぱ働き方じゃないし、もう一つのね大会社に勤めたからって言ってそれで OK かって言ったら、もうねご存知のようにそういう時代でもないし、だから自分のスタイルでね本当にお仕事が、まあ、できるようになったらとってもいいじゃないですか。だからまあ、サラリーマンの方々を否定してるわけじゃないですよ。あの塾生さんの方にもあのサラリーマンの方もいらっしゃいますし、でもね考え方、その気持ちの持ち方を変えるだけでやっぱりいろんなことが変わってくるので、まあ、ぜひ、まあ、僕がねいろいろこう、まあ、まだね13年ですけれど、そういったところでねいろんなことを思って気づいて、そして行動してきたことを、まあ、ご紹介させてもらってるみたいな、まあ、そんな感じです。ご参考にしていただけたらなと思います。ではさやかさんナンバーワン、はい、2番の2番さやかです。動画の回数ができましたね。1300です。1週間前にやるすごい1300視聴が多分バッサリっていうキーワードで上げたら、うん、上から7段目とか6段目に出て、うん、でそこから視聴回数がスコーンと、すっげえ、まあ、ですどう、この日の1回で終わりました。ありがとうございます。もうだって100本近く上げてますよね。今90本ぐらいですね。いや、またここまで来るときに100上げようと思ってたんですけど、すごいじゃん。どうも YouTuber 2ヶ月目イエイすごいじゃん。そしたら今日あれじゃないですか。ついに実験で、ビールスタートです。ビールスタートコーヒーを頼んだんだけど、ついにビールスタート、コーヒーじゃなくていいか悪いか分かんないけど、ハイネケンスタートマジか。まあ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 ビールスタート。はいはい。ああ、それ。ちょっとじゃあ、生菜さんも、ちょっとじゃあ、これ、生菜さんもじゃあもうビールスタートの方がいいですよね。はい。あ、じゃあ今。せっかくだから。じゃあ、来た来た、GoPro の人。買ったの見ましたやん。ついに。今日一番レスポンス早かったと思いますからね。すごい早かった。1分とかでしょ。上がった瞬間、あっとなって。ちょな、あの、ビールスタート。わお。ついに。ついにやっちゃう。コーヒーを頼んだんですけど、そう。
永井さんは頼んだ。生田さん初ですね。ついにやんす。あ、どうもこんにちは、こんにちは。高橋さん見て、ついに実験、実験。そう、グダグダになるかならないかどうか実験。実験。実験。あとヘニケ2つください。どうぞ。本当やっとの参戦ですよ。ます。お願いします。それずっと回してるんですか、それ。いや、ちょこちょこ、ちょこちょこ撮ってる。はい、こんな。あ、山口さん、こんにちは。ついにこんなスタートになっちゃった。ビールが飲めるってことが判明したんです。そう。じゃあ、はいはいはい。はい。はい。はーい。さあ、グダグダになるかどうかは、わかんないですよ。そもそも、俺、時給いくらだぜっていうのを常に持っててほしいんですよ。久しぶりの暴風スタイルですよ。久しぶりです。そう、実は。はい。調子いい、それ。首振りのこの時間差があるじゃないですか。あ、そう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 。なんかね、まだ向きが慣れない。まあ、慣れてきますよ。このぐらい暗いともうちょっと、だいぶ暗いですよ、これも多分。このぐらいほらだと結構明るく撮れますよね。あ、そうですね。いい感じ。さあ、ここです、ここ。今日はここです。ここ行きます。なんか急だな、これ。じゃあ、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、甘いお醤油、はい、はい、OK。 懇親会は延長戦。今ね、YouTube の、サムネイルを瞬間的に切り出す方法をこれからやります。延長戦多すぎてね、シェアしないのこれ。そう、あ、雨だ。じゃあ駅に向かってとりあえずラーメン屋に向かいますよ。傘ちっちゃくないですか。傘新しく隠れてないし。ラーメン食べて帰ります。ラーメン。じゃん、カムクラ。あれやってない？あれ閉まっちゃってるな、これ。じゃあラーメン屋失敗です。入らなかったです。おやすみなさーい。あざーす。はい、じゃあ帰ります。ラーメン屋やってなかった。